私の名前はパニコ、27歳の会社員です。先日5年間勤めていた企業の親会社が倒産して突然職を失ってしまったんです。急いで求職活動をした結果、なんとか家の近くの小さな会社で好条件の求人を発見。早速応募したところ、即日採用されてそこで働くことになりました。実は最近母の体調が悪くて入退院を繰り返していたので、なるべく家から近いところを探していたんです。父は早くに亡くなり、姉は結婚して遠くに住んでいるので、母の面倒を見られるのは私しかいません。就職先は小さな会社ですが、家からも近くて条件も悪くないのでラッキーと思っていたのですが、実はここがとんでもない会社だったんです。社長、この書類のひな形なんですが、探してみたんですけどパソコンに入ってないみたいで。ん？俺にパソコンのこと聞かれてもな。恵子、お前わかるか？職場は社長と奥さんの恵子さん、その他数人の社員しかいない小さな小売業者です。先代の社長が地道に築き上げた事業を現社長である息子さんが数年前に引き継いだのだそう。私にパソコンなんてわかるわけないでしょ。引く相手間違ってるわよ。恵子さんは毎日職場へ顔を出すのですが、実のところ何をしに来ているんだか、応接室でテレビを見ながらお菓子を食べてばかりで、仕事らしい仕事をしている姿を見たことはありません。それでも一応肩書きは副社長なんですよね。それにしてもいろいろあっちもこっちもずさんというか、なんというか、書類は全く整理されてないし、経理もどんぶり勘定、よくこんなんで経営が成り立っているなぁと呆れています。前任の人が仕事の引き継ぎもせずに急に辞めてしまい、私は何をするにもてんてこまい。どうやら前任者さんはパソコン操作があまり得意じゃなかったみたいで、データがきちんと保存されていないんですよ。ええよ、パニコさんが適当にさ、新しいのをちゃちゃっと作っちゃってよ。ちゃちゃっとって、全てがこんな調子で、私はあらゆる書類を一から作り直さなきゃいけないんです。残業に次ぐ残業で、私は夜遅くまで仕事をする毎日。おまけに社長も恵子さんも私のことを使用人のように思ってるみたいなんです。ああ、パニコさん、私喉乾いたからお茶入れて。パニコさん、僕明日ゴルフ行くからさ、虫除けスプレー買ってきてくれよ。と、明らかに仕事とは関係ない用事を平気で頼んできます。こんな公私混同、今時ありえないんですけど。でも私が断ると、二人とも怒り狂ってヒステリー状態。社長の言うことが聞けないのか、生意気だ。気の利かない女ね。昔からお茶組は女性の仕事って決まってるでしょ。結局手がつけられなくなって仕事に支障が出るから、面倒くさくなって仕方なく言うことを聞きましたよ。個人経営の会社ってこんな感じなの。その上、この間の休みの日の朝にいきなり電話がかかってきて、パニコさん、私たちこれから出かけることにしたから、今からうちに来て午前中に来る荷物受け取っておいてちょうだいって。はあ、なんでせっかくの休みの日に私があんたの家まで行って荷物を受け取らなきゃいけないの。さすがに私も呆れて断っちゃいました。いや私も用事あるし無理ですよ。普通断りますよね。そうしたら次の日速攻社長に呼び出されたんです。パニコさん、君さ、大手企業の子会社に勤めてたから分かんないだろうけど、一般の企業では上司の言うことは絶対だから、当然社長の妻の言うことを断るなんて言語道断。これまでは通用したかもしれないけど、我が社では上の言葉には絶対服従だから。今の時代にこんなこと言う経営者本当にいるんですね。呆れた。いやいや、社員はあんたの奴隷じゃないし。言い返そうかと思いましたが、火に油を注ぐだけだし、しばらくはこの会社で働かなきゃいけないし、私はぐっとこらえました。でも他にも納得いかない部分がまさか。特に頭にきたのはこれ。契約書には残業代完全支給と書いてあったのに、蓋を開けたらちょびっとしかついていないんです。社長に直接聞いたら、これまたほとほと呆れちゃう返答が。
業って言ってもパニゴさんが残業代欲しいからって勝手に仕事残してるんだろ。もっと手際よく仕事してくれないと。じゃあさ、ほらグズな社員に給料出すほど儲かってないんでね。へえ、仕事量が半端ないから残業してるんであって、勝手に残してってどういうこと？噂には聞いていたけど、これがブラック企業ってやつですね。どうやら今いる社員たちは文句を言えない気の弱い人たちばかりで、我慢できない人はどんどん辞めていくので異常に離職率が高いとか。こりゃ大変だ。早いとこ辞めて次の仕事探さなきゃとは思ったものの、そうこうするうち母がまた体調を崩して入院してしまいました。病院と会社を往復する毎日では、給食活動をする気力も時間もなく、私はずるずるとこの会社で働くことに。勝手な振る舞いに対して文句を言う私を二人は目の敵にして、ことあるごとに嫌がらせ。人が困ってるのを見て裏でクスクス笑うような最低な人たちなんですよね。理不尽なことをされてストレスマックスですが、背に腹は変えられません。母が元気になるまでの辛抱、そう自分に言い聞かせて耐えていました。そんなある朝、出社の支度をしていた私のところへ一本の電話がかかってきました。パニコさんの電話ですか？相手は母が入院している病院の看護師さんでした。ええ、パニコです。母に何か？実は昨夜から高熱が続いていて、あまり状態が良くないんですよ。え、そうなんですか？わかりました、すぐに行きます。私は急いで病院へと向かいました。会社に連絡を入れましたが、早い時間だったので誰もおらず、とりあえず私は留守電に病院に行くために遅れるという伝言を残しました。今日は特に予定もなかったし、ちょっとくらい遅く行っても問題はないはずです。幸いなことに母の容態は安定し、検査結果でも特に問題は見当たりませんでした。きっとパニコさんの顔見て元気になったんですよ。いつもパニコさんのお話ばかりされていますもの。そうですか、何事もなくて安心しました。連絡くださってありがとうございます。最近仕事が忙しくてあまり病院へ来られなかったので、母も寂しくて体調を崩してしまったのかもしれません。一安心した私は午後から会社へと向かいました。申し訳ありません、母が急に体調を崩して。そう言って謝ると、社長ったらなんだかやけにニヤついています。悪い予感が。ああ、そっかそっか、急なことね。ところでパニコさん、うちの勤務規定知ってる？は？勤務規定って？私がポカンとしていると、社長と恵子さんはニヤニヤしながら規定紙を出してきました。ほら、ここ見て、遅刻早退についてってあるでしょ。うちはね、遅刻や早退する場合は事前に申請用紙書いてもらうことになってるから。今回の件書いてもらってないよね。事前って、急に容態が悪くなったのに書けるわけないでしょうが。というわけで規定違反だからお前解雇ね。2ヶ月後に辞めてね。どういうこと？ちょっと待ってくださいよ。留守電にも入れたけど、今日の件は母が急に具合が悪くなって、そんな事前になんかわかるわけないじゃないですか。私が抗議すると、社長は信じられないようなセリフを言い放ったのです。お母さん、あの世行ってないんでしょ？大したことないじゃん。そんなんで毎回遅刻するような人うちにいらないんだよね。あの世行ってないんでしょって、あんた自分の親でも同じこと言えるんかい？これまでも散々失礼な言動を受けてきましたが、さすがにこれはないでしょう。私の怒りのゲージは振り切れ、大気圏の遥か彼方へ飛んでいきました。はぁ、今度という今度は我慢ならん。何が就業規定じゃ、こっちからやめてやるわ、こら。そう叫ぶと、私はあっけに取られる二人を背に会社を飛び出したのでした。でも勢いよく出てきたものの、感情だけで動いてしまった自分に自己嫌悪です。はぁ、最悪、とうとうやっちゃった。次の仕事も決めてないのに感情的になっちゃったよ。しょんぼりして歩く私に、後ろから誰かが呼ぶ声がしました。
やっほー、パニコ。振り向くと、そこには久しぶりに見る姉の顔がありました。あれ、お姉ちゃん、どうしてここに？あのね、夢で見たの、パニコが困っている姿を。私のことを必要としてるって感じたのよ。パニコ、私のことを呼んでたでしょう。お姉ちゃん、姉の顔を見て、私は思わずタガが外れたように泣き出してしまいました。あらあら、ごめんねパニコ、ずいぶんと無理させちゃったね。私が何も言わなくてもパネーには全てが分かっているようでした。パネーには昔から不思議な力があって、いろんなことを見通しなんです。私が詳しく話をすると、パネーが言いました。パニコ、もう我慢する必要はないよ。これはきっと、最終的にはパニコが一人勝ちのパターンよ。そうなの？大丈夫よ。私には見えるわ。パニコが高笑いして勝利を収めているところが。でもパネーがそう言うんなら、きっと、そうだよね。パニコ、今すぐ動くわよ。そんな奴らコテンパンにやっつけてやるんだから。私の可愛い妹をこんな目に合わせるなんて、スタンプなきまでにケチョンケチョンにしてやる。えいなんだかよくわからないまま、私は姉の言う通りにすることにしました。まあパネーの言うことを聞いておけば間違いなしでしょう。3日後、土日を挟んだ3日後の朝、私はいつものように出社しました。社長も恵子さんも私がのこのこ出てきたんで、おかしくて仕方ない様子です。おはよう、パニコさん。この間は随分と威勢よく出て行ったのに、やっぱり戻ってきちゃったね。まあ仕方ないよな。このご時世に仕事なんてそうそう辞めれるもんじゃないし。この間の件は多めに見てやる。首も撤回してやるから、心を入れ替えてしっかり働いてくれよ。ガッチーン。やっぱりこの間のは単なる嫌がらせだったのか。ふざけんな。よし、ここからは私のターンじゃ。ああ、結構です。多めに見ていただかなくても。え？どういうこと？私、辞めるんで。あ、辞めるって。これまでの休日出勤とか、有給とか合わせたら14日以上あるんで、明日からもう来ませんから、今日が最後です。意味がわからず、二人ともポカン。ちょっと待て、どういうことか説明しろよ。どういうって、1年以上ここで働いてるし、14日前に言えば退職できるんですよ。法律って言葉ご存じない？どうやらボンクラな二人にもやっと理解できたようです。そんなこと急に言われても。待て、話せばわかるだろ。なあ、ここで働いていた1年の間に、私は書類のまとめからパソコン管理、業務マニュアルの制作や顧客対応など、あらゆることをこなしてきました。私がいなくなったら誰が全てをやるんでしょうね。副社長の恵子さん無理無理、恵子さんはソファーに座ってせんべい食べるのが仕事ですもんね。いいえ、結構です。これ以上お話しすることはありません。次の仕事も決まったんで。実はあの日、パネーは新しく事業を始める友達にも会いに行く予定だったんです。その人が事務の職員を探しているというので、話がトントン拍子に進み、この会社を飛び出して3時間後には新しい就職先が決まったというわけ。私は呆然と立ち尽くす2人を無視して、さっさと自分の机の整理を始めました。あんた、そんな勝手なことできると思ってるの？ふざけんじゃないよ。逆切れした奥さんがギャーギャー言ってますが、知ったこっちゃありません。社長は社長で慌てて労働基準監督署に問い合わせてるし、スピーカーフォンにして喋ってるので内容が丸聞こえですよ。2ヶ月後に辞めろって言ったのに急に辞めるって言われて、なんとかしてくださいよ。損害賠償で訴えてやる。でも実際辞めるのは14日後ですよね。
でもそんな突然言われても困るんですよ。まあ法律上は問題ないですし、そんなに必要な人材ならばクビにしなければいいんじゃないですかね。自分で墓穴掘っちゃってるし、職員さんグッジョブ。さてデスク周りの整理も終わったし、帰るとしますか。それじゃあお世話になりました。ああ、お世話したのは私の方でしたね。そうそう、これまでの残業代未払いの件とか、無給で休日出勤させられた件とか、職場で同化されて脅された件とか、子供のおもちゃまで経費で購入してる件とか、自宅の改修費まで経費で落としてる件とか、どうやら脱税している件とか、全部しかるべきところへ報告して損害賠償の訴えもさせてもらいますね。じゃさようなら。こちとら全部証拠も集めてあるんだからね。タイムカードも全部しっかりと保管してあるし、パソコンのログイン時間を見たら遅くまで仕事をしていたのは一目瞭然。電話での会話や社長の怒鳴り声もきちんと録音してあるんですよ。土日の間に一式集めておきましたよ。覚悟しなさい。ちょっと待てよね、パニコさん。まさか本気でやめなくても、ちょっとしたボタンのかけ違いで、勘違いだよね。ね、何がボタンのかけ違いじゃ。ねえ、パニコさんは賢いんだから話せばわかるわよね。じゃちょっと話し合いましょう。はあ、これまで散々人を無能扱いしておいて何が賢いだよ。必死に引き止める二人を尻目に、私はアホが話す言語は理解できないとばかりに無視してさっさと職場を後にしました。人をボロ雑巾みたいにこき使った恨み、思い知れ。ざめ。その後私は弁護士を立てて会社相手に賠償金を請求。もちろん裁判はあっさり私の勝利。しっかりと残業代も回収させてもらいましたよ。会社の方はといえば、ずっと続いていた不正経理とずさんな仕事が明るみに出て地元で話題に。その結果、これまでクビになった従業員たちが訴え出て、ブラックでとんでもない会社だったことも露見して踏んだり蹴ったり、損害賠償やら慰謝料やら給料の未払いやらをあちこちから請求されて大赤字。そして新しい従業員も雇えずに業績は下降する一方で、とうとう倒産しちゃいました。どうやら相当な借金を抱えて倒産したみたいですよ。元社長夫婦は自宅も売り払ってボロアパートに住み、ヒーヒー言いながら朝から晩まで工事現場で働いているそうです。テレビ見ておやつばっか食べていたのに、すっかり忙しくなっちゃいましたね。因果応報。お姉ちゃん、あのタイミングで現れて仕事まで紹介してくれるなんてさすが。新しい職場はクリーンなホワイト企業だし、私頑張るね。これまでパニコにばかり世話をかけたからね、これくらいどうってことないわよ。これからは私も一緒にお母さんの面倒を見ることにするわ。え、でも旦那さんは？実はまた転勤でこっちに戻ってくることになったのよ。これでまたパニコと仲良く過ごせるね。本当？お母さんも元気に退院したことだし、これからみんなで楽しくなるね。イシシ。あ、どうしたの？感じるの。なるほどね。そうなるか。ふむふむ。何よ、どうしたの？パニコ、明日あなた。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。